総合討論の方に移らせていただきまして、事前に準備したわけではございませんが、私の方ではですね、川本先生、ありがとうございます。川本先生、阿部先生、それぞれ、多分違う、システム、あるいは違う、製造と、立場も違うということなんですけど、今後ですね、再生医療分野ですね、こういった細胞製造にあたって、どういうハード面から、そして、あるいはもう、その AI を取り込んだようなソフト面ですね。どういった形で今後進んでいくのかということを、ちょっと少しですね、ご意見をいただきながら議論を進めさせていただきたいと思います。それとはちょっと大雑把な話になりますので、そうですね。まず、川端先生の方にですね、お聞きしたいのが、やはりその、サイトファクト社でもですね、今後新しい製造施設をどんどん、どんどん、あれですけど、川崎の方にも作られていくということですので、そうしたところで、やはりそのハード面からどういうふうな、ですね、細胞製造がどういうふうに、発展していけばいいかというところについて、こちらに、皆様、メーカーの方々いっぱいいらっしゃるんですね、アドバイスをいただける、あるいは、ちょっと、最近、感じたことなどをおっしゃっていただければありがたいと思います。はい、ありがとうございます。ちょっと申し訳ないけど、ちょっと忘れない前に、その先生のお答えする前にですね、安倍様からちょっと言われた例の AI の画像のことだけ、ちょっとだけどう私コぞメントどだうけぞ。させてください。実はですね、AI で私の画像で見てるのは、かなりのスポットで見てまして、1個じゃないんですけども、タイムラプスで見てましてですね、それで、結局、6時間おきに見てるのとですね、あとは、それで平均値出してみると、一番肝なのはですね、ラクトースで調整してるんですよ。ラクトース。結局、その画像だけじゃなくて、グリコレティックパスウェイなのでですね、どれぐらいその糖を食べて、乳酸出してるのかということでですね、これ確実に細胞数と一致しますので、この2つでですね、我々は数字を出して、それを破壊試験で確かめてると。で、破壊試験はどうしてるかというとですね、だから1回しかありませんけど、全部取ってみて、で、細胞がですね、いわゆるマルチプレイで残ってるかどうかっていうのは全部1枚1枚切って、で、トリプトファンフルで固定してですね、どれぐらい細胞が集約されてるのかっても含めて、それで、どれぐらいの画像であれば、あるいはラクトースであればですね、この値するのかということで、割と結構正確に出ていますので、逆に言えばそういう合わせ技がですね、やっぱり必要なのかなと思います。これ AI かどうかっていうのは、そこまでいかないかもしれないですけど、そういうようなセンシングというのは必要になってきます。それからですね、すみません。今、その話で言うと、その乳酸を取って調べてるのは、多分培養液の多分分泌の中で調べられると思うんですけど、そういうのも、やっぱりもう全自動でシステムの中に、その5そう時です間おね。きっていう話は、もう取り込んでっていう形なんですそうね。ですね。すごい。これは安くやってたら、キヌデリンとかね、実はトリプトファンは結構 LC マスなんで、オフラインでやってますけども、pH とですね、ラクトースと糖はですね、CO2 を簡単に測れますので、どうかな、メーカーでセットがあるんですよ。簡単なセンサー3つある。それを取り付けてます。はい。ありがとうございます。はい。そういうのも、入れてですね、で、そうですね。画像で見るだけじゃなくて、分析装置もやっぱり一緒にそうですね。判断だして。から画像とそういうような簡便なやつはオンラインで見て、で、オフラインでかかるような LC マスは見て、LC マスはやっぱり一番敏感なのはトリプトファンがキヌデリンになるとかですね。で、キヌデリンのパスウェイが動いているかどうなのか、分化すると、ニアジナアジピンに出てきますのでですね、そういうトリプトファンのカタボリズムが動いているかどうかっていうので、これ敏感に分化とリンクしますので、それはきちっと測らないといけないので、これは LC マスでやってます。それは上手に使い分けてやってるっていうことになるんですけど、お金との関係ですよね、やっぱりね。費用対効果で見ております。はい。それからですね、先ほどご質問ありましたハード面ですけども、やっぱりその、結局、なんていうかな、我々は、どちらかというと、施設屋さんではないんですね。だからちょっと、一緒にやったの、どういうかな、阪大の工学部の紀の岡先生でよく話します。紀の岡先生、どっちかというと、ハード屋さんというか、工学部の先生なんですよね。私はどちらかというと、医学部というか、臨床の方なので、やっぱり患者さんに投与する細胞というのが一番気になりますね。これ細胞のスペック。GMP というのは細胞のスペックというか、GMP というのは細胞に対する情報がどんだけ取れるのか。だからそれが取れるようなシステム。
のですね、いわゆるいわゆるバイオ装置、バイオシステムっていうのはやっぱり必要になってきまして、マニピュレーションオリエントというよりかはですね、データを取れるような仕組みっていうのが一番いいんだ、うんうん、それが一応バッチレコードにつながりますのでですね、まあ、人の作業よりも、それに応じてですね、だから検査装置も、その製造装置もデータを取ることになってますから、それができる、やっぱりその CPC が欲しいんですよね。要するにこれプラグインですよ。うん、ファクトリーとかでパチッと入れたら全部つながると、だからそれができやすいように、まあ、いわゆる環境をですね、だからできるだけクラス C にしてですね、B はないという形にしてですね、まあ、やっていければいいと思います。実はですね、東京エレクトロンの仕事してて分かったのはですね、昔、半導体もですね、宇宙服着てですね、非常にこう、厳しい環境でやってた、いわゆる汗が一番いかんのですよね、NAC、ナトリウムが。で、だから、そういう意味では宇宙服でやってたんですけども、それはなくても閉鎖系を採用してますよね、結局は。でも、だから、フープというですね、形に全部入れることによって、できるだけそのクラス A とか B とかならないような状況で、D で動けるようなですね、システムを組み込んでいくと。これはですね、単に一社でなくて、業界としてですね、こういう形でこのウェーハー作っていこうよと。こういうディスクの中にですね、中身は全部会社違うけども、こう規格によって、このディスクの中に加工するとですね、安くできるし、そこでの競争ってなればですね、当然いわゆる業界全体としてですね、ロードマップがシェアできるんですよ、開発のですね。そういう意味では企画化っていうのはとても大事だと思うんですね。企画化がするためにはですね、物って何なのっていう、物に対するやっぱり注意力っていうんですかね、そういう、そういう意味でのですね、開発って、まだまだ細胞っていうのはおっしゃるように未熟なものでですね、これから産声を上げますけども、逆に言えば未分化な状態で、未開な状態であればあるほどですね、ビジネスチャンスは多いと思ってるんです。いかにして、そういう、どんだけ低減できるのかっていうのはですね、やっぱり今後5年、10年生き残れる一つの道かなと思ってますので、まあそのファシリティもそれに即した形でですね、ちょっといろいろとインテリジェントなものを考えていただければ、データが取れやすいものをですね、考えていただければと思ってます。はい。先生、ありがとうございます。今の話を受けて、安倍様はどうでしょう、いかがでしょう、まあ、製造エンジニアの方の観点から、まあ、先ほど、まあ、再生医療、あるいはまあ、医薬品の製造の現場の方で、やられている方としてどういうふうに、まあ、今後、まあ、プラグインという話もありましたけど、どういうふうに設計していくかということになると思うんですけど、ご意見を聞かせていただければと思います。はい、私も、鹿野先生がおっしゃる通り、その比較にしていくっていうのは非常に賛成で、やはりまだ使う一個一個のところも含めて、自動化にはその自動化に適したものがあると思うんです。なかなかそういうものの開発ができていないかな。細胞自身を強化するために必要なものもそうですけど、それを扱う器具も含めて、まだアップデートをしきれてないと。で、やっぱその比較にして、みんなでこう同じ方向に向いてデータを蓄積していくことが、やっぱり日本が他国に対して、一歩抜きんでるために必要なことだ、うん。で、施設で言いますと、施設も、やはり、作業者が入って作業する以上は、モデルルームじゃないですけど、同じ作業が同じレイアウトでできるようになったら、人はすごいいい能力を発揮すると思います。毎回その場所によってこう配置が違ったり、物が違ったり、当然建物の効果が違うんですが、そういうのも含めて、学化していけると、作る方も、早くできるようになりますし、使う方も使いやすくなるんじゃないかな、というふうに。ありがとうございます。私は、はい、どうぞ。すみません、一言だけよろしいですか。今の、安倍様のお話にですね、我々もそうで、ちょっと言い忘れましたけど、殿町でね、作るのを、実は我々モデルルームと呼んでるのはですね、自動装置入れるというか、ソフト入れるというのだけではないんですよ。全部クラス C にしたんです。
で、それはね、こちらの方で神戸で一部詰め込むときにはですね、閉鎖系のバッグで B っていうのは最小限いりますけども、その一旦詰めればですね、全部閉鎖系で、動かして、実は神戸とですね、羽田近いんですよね。私の部屋から空港まで5分。で羽田から殿町まで10分結局ですね、そういうような短い間で、それも温度管理しながらもですね、全部閉鎖系でやることでですね、B とかそのなくすることによってですね、コストの軽減化とかですね、規格化というのをですね、一つ証明できるようなショールームにしてですね、これがやっぱ新しいそのビジネスモデルになるんじゃないかということをですね、やっぱり示していきたいなというふうに思っております。はい、ちょっと余白になりましたけど、余談になりましたけど、はい、あ、すみません、川間先生、その点に関して、例えば先ほど のデータを取るっていうところっていうのは、やはりその細胞製造とはまた違う、要するに機器として結構違うものをがどんどんというか、その普通の例えば分析機器とか、物質物理学で使うような機器っていうのは、なかなかそのクラス C に合うか合わないかっていうのは結構難しいと思ったんですけど、それも全部選定しながらとか、いろいろ、そうですね、言われながら。基本的にはその機器は多分ノンコントロール D に入ってます。ですから言い方分かった C というよりかですね、B と A がないというやつC プラスノンコントロールでいきたいと思ってます。だから全部電子的につながってますので、はい、そういった意味で、はい、今後はそうです、やはりメーカーと、メーカーにもです、気にしなくてもいいの、カールもこれのように、CPF にも入られるような機器っていうのをどんどん作っていくっていうのは、必要性もあるのかなというふうには私、思います。一応検査機器は全部ノンコントロールエリアですね。中には入れないですね。ただ大事なことはですね、機器の間の統一してほしいなと思ってるんです。そうですね。はい、例えばサーモンフィッシャーさんはですね、いろんな機器あるじゃないですか。でいきなりあっちこっち買うとですね、全部そのシグナルが合わなかったりすることあるので、シグナルとしての通信方式をですね、統一化するということで、その製造のデータと機器のいわゆる検査のデータをですね、より簡便にすることだけでもですね、非常に省力化、あるいはですね、そのデータのですね、インテグリティ、トレーサビリティに上がってくるんじゃないかなというのを思ってますけど、はい、ありがとうございます。他に、参加者の方から何か、お二方に聞きたいことございましたら、ぜひ、席をお気軽にどうぞ。いかがでしょうか。私から、あ、どうぞどうぞ。はい、どうぞ。報告書の中で、やっぱり施設利用料とか、機器の利用料っていうのは結構割合を占めてるっていうのが出てるんですけど、やっぱり電気代っていうか、空調にかかる電気代っていうのは結構大きい。よろしいですか。やっぱりグレード C にされる、簡単にするっていうのの他に、やっぱコストを下げるっていうところに対しては、おっしゃるとおりです。できるだけ、C も少なくして、で、いわゆる管理の仕方が楽になるんですよね。で、管理の仕方は電気代だけじゃなくてですね、QC も楽になるんです。で、そうなってくるとですね、その電気代だけじゃなくて、クオリティ QC 費用も安くなるので、それに入る人も安くなります。服も違いますのでですね、服を着替えなくて済むというだけでも、かなりその服の防塵衣の問題もありますしですね、それから人も嫌がらない。服着替えたりすると、みんな嫌がりますのでですね、そういう意味では長く勤めてもらうためにも必要なことかなと思ってますけど。一応ですね、私の C の服は、東京エレクトロンで採用したいわゆる服を使ってるんですが、IT 工場で使ってる素材でですね、ポーラスだけども汗は出ない。それで夏でもですね、電気、いわゆるクーラーの温度を上げれるとかですね、そういうのを、だってそういう意味でいわゆる IT 産業のですね、一つの成果っていうのは、我々の方にも活用させていただいてます。はい。ありがとうございます。では、それでは、お時間、ちょっと16時になりそうですので、今回はこちらの方でお開きということにさせていただきたいというふうに思います。
湯本様、あるいは事務局の矢田様、いかがでしょうか。あ、どうもありがとうございました。ご講演、またご披露いただきましてありがとうございます。私から、特に、ございませんので、こちらで、事務局様に、締めていただければと思います。本日は、湯本様、林先生の、リードで、川俣先生と阿部先生の貴重なお話を聞くことができまして、本当にありがとうございました。昨日お休みのところで、本日皆様いろいろご予定もあったかもしれませんけれども、100名近くの方にご参加いただき感謝申し上げます。それでは本日はこれにて終了したいと思います。先生方皆様どうもありがとうございました。先生方に大きな拍手もしくは反応ボタンで、感謝の意を表したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。では失礼いたします。失礼します。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。